うわーはははは、もう戦闘準備 OK みたいな。そうですそうですそうです。来たら。それが今後その当て、うちは当て身もやるんですけども、はい、当たるところは全て当て身として使うんですね、当てる身と書くので、うんうん、でその時に今の姿勢が大事になってきてますね、うんうんうん、仮に体が崩れていても肩甲骨が少し寄ってる状態で骨盤が少し後ろにこう入っていれば、あの有効的な打撃が、打撃というか当てる状態、はい、骨盤が後ろに入って、その正しいですね。もう体から例えばこう、ちょっと曲げてもらえますか、はい、でもっと丸めてください。要は崩れてる状態ですね、はいはい、でこの状態でちょっと下っ腹を、まあ、立てるまでは言うわけじゃないですけど少し引くんですよ。こうやってそうですそうです、はい、こっち崩れてるじゃないですか、はい、この状態で肩甲骨を下にちょっと引くんです。ああそうです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 、はい、そうです。でドンって打つとこれでもいる、これでもいい、ある程度の威力があります。例えば向こうがあの、刃物とか持っている場合は、まあ、こうなったらこうなったらいろんなシチュエーションが考えられますよね、はい、時に崩れている状態で有効的な当て身を打てなかったら視力が可能性が高くなるじゃないですか、はい、で生き残ることためが大事なので、そのこういう姿勢であっても下っ端を少し引っ込めて肩甲骨を少し寄せてドンと打つと、その竹馬ちゃん、こういう姿勢だったらこのラインが、あそうです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 、こうだったらですね、逆ですね、こっちですね、あそう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 ですそう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 です、そうです。このラインが整えばはどういう形でも、そうですそうです、なるほど、そうです。鎧同士という手身がありまして、はい、で鎧同士は、いろんな当て方がありまして、はい、私と私の父と考えた名前なんですけども、基本的な当て身が波紋という当て身がありまして、当てて波紋が広がっていく。もうめっちゃ情報がね。ああ、ちょっとで例えば先端というものはあるんですけども、先端貫くからですか。そうですね。うがって、うがつって書くんですけども、うがって弾く、はあ、もしくは先端って言うんですけども、まあ、叩くので。はあ、波紋っていう打ち方、そうですね、打ち方ちょっといただいていいですか。あ、じゃあちょっと理論的にちょっとお見せしますね。はい、緊張したお顔をされてまず、稽古するときは、まあ、ここでやるんですけども、重力を使うんですよ。ですので力むとブレーキがかかるので威力がなくなっていくっていうような理屈ですね。で、まず手をただ単純に下ろすので、まあ、こんな感じです。はい。はい、こんな感じですね。はい。で、今度はこれができるようになったら、手の重みをここに乗せるんです。ただ単純に力ができます。はい。で、次に体の重みをここにインパクトの瞬間に乗せるんです。うん、乗せる方法としては、まあ、膝かくんじゃないですけどね。うんうんうん、これとインパクトを合わせて打った時に波紋がこう広がっていくような意識、イメージ、思考念というんですけども、うん、思って念ずると、うん、うまく中に入って広がって、なのでやってみるとここからこうね、うわっ、ちょっと痛い。あまりこう力が入れなくても ある程度 あの衝撃が中に入って、でさらにその吸収を打つので、まあ、その他の力でも有効的だという、はい、重さを揃える、それにその意識、波紋の意識をすることで、これなんで変わるんですかね。なんで、そう、本当不思議ですけど、重い意識の違いって全然変わりますよね。そうなんですよ。当たった時にうまく広がると、普通は当てたところに技ができるじゃないですか、はいはい、それが反対に出たりとかですね、胸打っても背中に出たりとか、はいはいはい、横に打つ場合っていうのは手を放り投げる感じなんです。手を放り投げる、はい。はい。あとはもう力を入れないってことなんですね。はい。で、体はあの先ほどお伝えした緩めると。はい。で、まず手だけを放り投げます。はい。まずは放り投げます。こんな感じです。はい。はい、で、手の重みをここに伝えます。はいはい、うわ、もうすでにやばい。もうやばい。で、
今度は体の重みをここに伝えると。うわあ、やばい。そうするとごめんなさい。よだれが出た。しっかり構えてバーンとこう打つとかっていうのももう本当にこんな感じで打てるので、うんうん、まあちょっと、下から引っ込めてで肩甲骨をちょっと下に寄せる。こういう形で。下っ腹を引っ込めると骨盤がこうなる感じ。骨盤があるじゃないですか。骨盤をこうする感じですね。前傾に。そうですね。そうですね。こうか。そうですね。ああ、そうですね。そうです。あー、で、あまりこうしゃくってしまうと反り腰というか、うん、反ってしまうので、うん、それは良くないんですね。本当に軽く反らない程度に。こうなんですか、この体がつながるんですかね。あ、そうするとそうです、そうです。こんな感じですね。で、ちょっと引く感じです。あ、そう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 です。そうです。そうです。気持ちなんかこう前に寄っちゃう感じです。あ、よく。すごいですね。そうです。そうです。気づきました。気づきました。うちは全部入り身なんですよ、基本的に。だからそういう姿勢なんです。さばかないんですよ、後ろ。なるほど。この足を引くって言っても、ここ中心にして引いてるんで、はい、どちらかというと前に前に行ってます、ね、はい、なるほど。あ、もう本当殺しなんですね。前に前に。そうです。ですので ここで突きを受けるのとここで突きを受けるんだったらこっちの方がダメージ少ないじゃないですか。剣も振ってる時に こうやって受けてこうすると切られますけども、突っ込めばあるいは助かったりする。なるほど、これはなるほど、はい、超攻撃型の武術なんですね。そうですね、基本的にはまさに肉を切らせて骨を断つ、はいはい、こうもう戦闘準備 OK みたいな。そうです、そうです、そうです。来たら殺すよっていう感じですね。まあもちろんそれだけだとある一定のシチュエーションではやはり負けてしまうので、まあ、身を守れないという結果になるので、絶対裁かないかって言ったら、もちろんシチュエーションによっては裁きますし。なるほど、はい。勇気の武術ですよ、勇気。裁かないといけないね。なるほど。なんかその仙骨の操作みたいなのは普段からやってるからその習得が早いのかなって思いましたけど、どうですか。なんだろう、アプローチが違いますけどね。逆にこっちは仙骨を緩めると、こっちは終鉄は仙骨を逆にこう、まあ、緊張というか張りを作るっていうので、ね、うん、まあ、動き自体はちょっと似てますけど、こういう感じはね、似てますけど、またちょっと違う理論かなと感じましたね。今のが波紋っていう打ち方。そうですね、それが基本になります。さっきの先段っていうのも同じような原理は変わらない。これは握ってないんですよ、はいはい、動くときはですね、はい、ほとんど握ってなくて、はい、骨を合わせて、うん、で、はい、こうならないように、はいはい、打つと、うん、で今度は当たった瞬間にこう握るってことをするんです。締めるってことをするんです。そうすると今度は広がらなくて震える、うん、なるほど。震える、はい、振動すると。波紋は振動ではないと。振動の波紋なんですけども、受け方がこう波紋がこう広がっていくじゃないですか、はいはいはい、で締めるとそこに残るんです。あ、そこに振動する。そうです、そこに振動する。ほう。締めるのは簡単で押さなくていいんですよ。ただ単純にこの状態でただこう締めるだけなんですよ。そうすると中に入っていくので、これだけでもで、これでインパクトの瞬間に締めるだけで、やり方も波紋と一緒で、うん、まあこう楽にこう打っていって、で当たる瞬間にクッと締める。でこれは剣でもそうですし、手刀でもそうです。うちの手刀はここで打つんですけども、はいはい、手刀として使う場合はここで使いますけども、手刀で打つ場合はここで、こうすると締まってないので緩めといて当たる瞬間にクッと締めます。黒剣で打つ時もそうです。黒剣も親指を、まあ、横に打つ場合はこの薬指に寄せて、はい、ここに締める。そしたらここ締まる。そうです、当たる瞬間に締める。
いただいていいですか。先端締めることによってここに残す。それは先端じゃなくて打診と言います。当てて振動させるもの。あ、先端とはまた別なんですね。別です。当てて振動させる。締めるやつは診断。打診。打診打診打診、はい、打診ですね。はい、お願いします。当てて締めるやつですね。じゃあ軽く行きます。はい、やり方は体の重いものを乗せるということですね。乗せて締める。じゃあ1回でいきますね。じゃあいきますね。うっしゃー。あ、さっきのとまた質が違う。違いますよ、ね。ここが痛い。はい、そこが痛い。そこが痛い。本当にすいません。最初のやつはなんか全身にドーンと吹っ飛ばされるっていうか重さが来た感じですけど、ここが打撲する感じですね。これはもう破壊する感じですかね、そこ。そうですね。まあ、眼底に打ったりとかですね。うおします、ね。今のが打診で、はい、先端っていうのは今度は弾くんです。弾く。弾くようにですよ。見てるんですかね。ベンダってのもあるんですけど、どっちかです。はい、これカーンとそうじゃないですか。はい、で、こうやって打つのがベンダです。ベンダですね。はい。はい、要はその体をしならして、はい、こちらにしならして打つので、はい、はい。で、先端っていうのは本当に弾くように、はい、本当は急所を打つんですよ。ああ、わかりますね。はい、今からのはベンダですか。先端。先端、はい、はい。で、これはまあいろんなところで弾きます。はい、はい、肘でも弾きますし、はい、まあ肘裏でも弾きますし、肩でも弾きます。はい、で、本当はこうしてやるんですけども、まず弾くのはこう弾ませるんですよ。体をこうやって弾ませる感じです。本当に何ていうんですかね、バスケットボールのボールをついてるとこからこう弾ませて、弾ませて、そうです、そうです。で、今度は弾ませて、これで弾ませて、体は波ですね。こうやって波にされます。ですので、波はここから、こういう感じです。ですので、一歩前に出なくても、その場で、まあ、要は、一歩前に出て、こう押さなくても、こっからこう脇前に入れると、ある程度の力があったら、はいはいはい、で、それと弾ませるのと一緒に、インパクトの瞬間に弾ませる。すると、こうなって、こうなって、うわぁ、はぁ、はぁ、そういう感じなんです。ズボってきた。でそれをまあここでやらなくても、まあ、普通にこう構えた状態でこっからっていうことをある程度、はい、でそれも、まあ、先ほど申し上げました 20-30% ぐらいの力で全てやる。呼吸があって姿勢があって、はい、何でしたっけ、脱力です。脱力か、はい、脱力はじゃあそれによって力が抜けて、そうそうです、そうです、そうです、力抜いて本当に呼吸と姿勢によって力が抜けるってことですね。そうです、そうです。で、調和。調和、そうです。調和っていうのは、調和というのは一つ、まあ全てこれが調和だっていうのはまあそのないんですけども、うんうん、例えば呼吸を、まあ、相手が吸ってる時に自分を吸う、吐いてる時に自分が吐くっていうのも調和の一つですし、なぜ相手と吐いてるんですか。相手が崩れやすい、崩れ、はい、呼吸が合うと相手が崩れやすい、はい、で、うちの当て身っていうのは大きく分けてですね、技に入るための当て身、はい、そのまま技を、まあ、崩そうと思っても嫌がられるので当て身を打っといて技に入ると。もう一つは技に入ってからの当て身、つまり相手の体が崩れてる状態の方が効きやすいので、うん、あともう一つは崩すための当て身ですね、はいはい、当て身を打って崩れると、まあ、ボディ打って効かされてるってなるのも崩れてる一つだと思うんですけども、はい、大きく分けて3つの使い方で当て身を使ってるんです、はいはい、でつまり、投げるというよりも全て崩しなんです、うんうん、でその崩すのを有効的に崩すためには脱力が必要だというような感じですよね、うんうん、その四大原則をもとに身体操作を行う。いや、術理をもとに身体操作を行い、四大原則をもとに技法が行う。
術理とは2つ1つ、そうです、2つの力を1つにして理とすると、そうです。で、4大原則の呼吸、姿勢、脱力、調和によって技法、いろんな技を生み出していく。そうです、そうです。いやーすごい。もう全然まだね、スカは1枚しか出てないんでしょうけど、もうそれ時点、もうこの時点で果てしないですね。丹田の位置を変えるっていうのもうちやるんですよ。丹田の位置を変える。はい。要は、ああそうですそうですそうです、そんな感じそんな感じ、あそんな感じ、今もうちょっと興奮しちゃいました。上がりました上がりました。はい、そんな感じですね。ありがとうございます。